はいどうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回もねまた食リポやっていきますよ。もちろんカップ麺です。でね今日ねコンビニでねあの新商品見つけたんでこれまたね美味しそうだったんで今回ちょっと期待してるんですけど、まあ早速何か紹介したいんですけど今回はねこちらになります。はいドン、うま辛ちゃんぽんです。これと見てください。どううまそうじゃないですか。でちゃんぽんというとさ具沢山っていうイメージがあるからだからねボリューミーでねしかもこれまるちゃんですよ。味に定評のあるまるちゃんですのでうまくないわけがない。そう思ってねちょっと期待してるんですよね。果たしてねどんな感じなんでしょうね。これねこのこっち上の方に特製油っていうのがついてますね。まずで熱湯5分ですね。3分じゃないんだ。魚介の旨味が効いた旨辛いスープにたっぷり7種類野菜入り。これ一つで1食分の野菜ってこれを売りにしてるっていうことは結構具沢山なんじゃないでしょうかね。見た目的にもちょっとね中開けてみてみますね。あのお湯入れる前だとどんな感じなのか、ああちょっと見てください。こういう感じでこういうスープなんだろうスープの素みたいなあるじゃないですか。こういう風に固形になってるあれみたいな感じですね。でこれ以外にも中の方にニラとかニラネギなんだろう緑の何か他の野菜も入ってる。これ結構ね入ってますよ野菜。だからこれはねお湯を入れて出来上がると見栄え的にはかなりボリューミーに見えるんじゃないでしょうかね。じゃあ早速ねお湯の方を入れたいと思います。少々お待ちください。はいじゃあそろそろね時間が経ったんで早速ね開けてみますよ。ちょっと今回楽しみなんだよね。じゃあ開けます。おー見てください。上もうほぼほぼ緑一色もう具で埋め尽くされてる。いやまず見た目的なものでいけばこれだけでもうなんだろうな具のボリューム感がすごく伝わってくる。スープはちゃんぽんだから白系のスープだね。なんだろうこれ豚骨系かな塩味。ちょっとねまずスープちょっと飲んでみますね。麺の方は麺はこんな感じ。ちょっと伝わるかな。ちゃんぽんだからもっと太いのかなと思ったけどそうでもないね。カップヌードルの麺に似た感じですね。じゃあちょっとねスープ飲んでみましょう。悪くないね。なんだろう野菜のうまみがさ出てるね。で結構上にさ具が乗ってて大概はさこうかき混ぜるともうすぐ具の姿が消えちゃうんだけどかき混ぜてもかき混ぜてもこのいろんな緑の具材が必ず残ってる。そのぐらい具材がある。これほうれん草かなこの濃い緑のやつ。あとネギも入ってるしキャベツとかも入ってるね。人参も入ってますね。とにかくね具沢山は具沢山。1日分の野菜って歌うだけはあるかもしれないこれは。じゃあいただいてみますね。いただ
願いします。意外と麺がすごく柔らかいと思ったけど、最初噛んだ時は柔らかいんだけど、意外とね、思いっきり噛んだ時、切る麺を切るまでっていうのが意外と粘りがあったかな。だからそれなりにコシもあるのかな、麺の方に。でね、まとまってんだよ。いい意味でまとまってる味が。正直言って最初ちょっとスープを飲んだ時、思ったよりも濃くないかなって、意外とこれも優しい味系かなと思ったんだけれども、意外とね、麺に結構スープが絡みやすくて味がしっかりしてるんですよ、薄くなりすぎない。で食べていくとちゃんとね、味が結構効いてて、麺に美味しい、これ美味しいわ。私的に好みかもしれない。で、さっきも言ったけど、かき混ぜちゃうと具がもう下に沈んで隠れちゃって見えなくなっちゃったりするじゃないですか、大概のカップラーメンはね。でこう麺を揚げた時にもう具が全然麺に絡んでこない。だけれども具材が多いから、ほらちゃんと具材がこう絡んでるんですよ常に。だから具材の旨味も一緒に味わえるし、食感も、麺の食感と具材の食感もちゃんと、ほら常にこうやって野菜がねたくさん絡んでくるんですよ。そのぐらい野菜の量が多いんですよ。これうまいな。ただ一つだけね、うま辛ちゃんぽんって書いてますよね。うまいです、うまい。だけど辛、全く辛くない。辛みは全くないけど、これもしすごいピリ辛を期待してる人だったら、あれって違うじゃん、期待してたのと違うってなるかもしれない。でもうまいんですよ。これうまいな。スープもね、飲んでいけば飲んでいくほど味がしっかりしてるのがわかる。決してね、なんだろう、ただ出汁の味だけで収めておこうっていう優しさだけのスープじゃない、しっかりしてる。だからね、また次も食いたくなるし、またスープ飲みたくなる。これちょっとね、私の好みかもしれないな。贅沢を言っちゃうと、まあちゃんぽんだから仕方ないんだけど、私はこれね、細麺、かなりの細麺でもありかなと。基本的にね、細麺が好きだから、この横の平打ち麺みたいな感じも、もうちゃんぽんだからしょうがないんだけど、細麺でも食べてみたいなって思えた。両方の麺で試してみたい。そのくらいね、総合力高いな。まずさ、その具材の多さ、でまずもうかなり評価高い。であとね、具材が多いからやっぱり開けた時のその見栄えの良さ、ボリューミーに感じる、それも良し。で味もしっかりしてる。
で麺も決してね、あの柔らかすぎるペチャペチャしたような麺じゃないし、カップヌードルってどっちかっていうとすごい麺柔らかいじゃないですか。ああいうの好きな人は好きなんですよ。私も好きなんだけれども、でもあのコシのある麺が好きだっていう人はちょっとああいう麺は受け付けないかなっていう人もいると思うんだけど、これはねちゃんと麺にコシも残している、うん、そういった面で非常にね、この馬からの辛を抜かせば、ただ辛くはない、全然辛くはない全然辛くはない。だから辛いのが苦手とかっていう人だったらむしろこれはおすすめだし、これ普通に食べてもこれはうまいです。うん、うまい。だから今回のやつはねちょっと評価高いな。今回のまるちゃんの馬辛ちゃんぽん星5つが満点だとしたら、いくつつけるかといったら星4つでございます。あの5つはねなかなかつけません、うん、そういったことも想定して4つついたっていうことは、そのぐらいあの総合力が高いと思ってください。そのぐらい美味しいです。まとまってる、うまい、うん、でうまくまとまってる。非常にねこれお腹空いた時とか、あのこれガンガンいけちゃう、うん、そういう感じ。ただねあのスープの味が結構ね食べて飲んでいくことにしっかりしてるっていうのがすごく伝わってくるんで、喉は渇くかもしれない、うん、それはあるかもしれない。でもね非常にこれはね美味しいと思いました。うん、まあそんな感じでね、今回はね、新商品まるちゃんの馬辛ちゃんぽん食べてみました。皆さんもねこれ見てよかったらね、買ってみて実際にね自分で食べてみたらいかがでしょうか。あとね今回の動画もしよかったらね、いいねボタン、あと、まあ、登録ボタン押していただけると嬉しいと思います。それではまたね。すいません、今大事なこと忘れてました。この特製油入れるの忘れてて、で開けて入れたらこれで辛さを出しているらしいです道理で辛くないと思ったわ。で今入れた状態で食べたんだけど、もうちょい辛ですね。本当にピリッとしたぐらいの辛さで、あえてさっきみたいに入れない状態で食べてみて、でそれで途中からこれ入れるのもいいかもしれない。で、あとは辛いのが苦手っていう人は最初からこれだけ入れなければ普通に辛さ抜きのやつで食べれますんで、そこだけ補正させていただきます。すいませんでした。